最初はやっぱりあんまり環境にも慣れてなくて、あんまりうまくいかないことが多かったんですけど、どの試合に出るようになってきて、やっぱ少しずつではあるんですけど、やっぱ自分の特徴を少しは見せれたかなと思います。やっぱり練習の朝からアーリーワークとかしっかりやって、それで練習の成果が出たんで、それは嬉しいです。やっぱ一軍のキャッチャーの選手はみんなにやっぱ立派な体されてるんで、自分もそれに負けないようにしっかり体重を増やして筋力アップに励みました。やっぱり1年間怪我なくずっと試合に出れるような選手になりたいです。はい、じゃあ1年目終わって徐々にですが慣れてきたんで、もっとグラウンドで元気いっぱい頑張りますので、応援よろしくお願いします。